こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはクラウチのパンツになりますね。シミがついて、お客様がですねご自分でお洗濯なさって、で取れないもんですからクリーニングに出して、それでも取れないもんですからご相談いただきましてご入荷してまいったシミ抜きのパンツでございます。シミどこにあるかと言いますと、ここです。今こうやって丸い円を描いているところ、この大きさで濡れたような濃い油染みがあります。アップにしてみたいと思います。ここです、ここです。非常に目立つシミで、しかも大きいシミなのでやっぱり気になりますよね。まだ使用感がなくてね、ほとんど新しいようなズボンですから、なんとか綺麗にしたいなというふうに思います。ちょっとねこう見ていただくと、こうストレッチするんですよ。履きやすいようにね、ストレッチするパンツ非常に多いです。ストレッチするパンツの特徴として、素材綿なんですけど、綿 98% に 2% ポリウレタンという素材が入っています。その 2% ポリウレタンを混合することで、こんな風にストレッチ性が出ます。ストレッチするパンツを履いたことがある人は分かると思うんですが、非常にやっぱりこうストレスフリーと言いますか、履きやすいですよね。なので最近とても多いです。ただそのポリウレタンが入っていることによってメンテナンス性が悪くなっているというふうなことも事実、あるんですが、この状態ではやっぱり、気になって履けないかと思いますので、きれいにしたいと思います。クラミチ大変人気があってね、履いてる方たくさんいらっしゃると思いますが、ほとんど家で、洗えるものですから、こうやってシミでもつかない限りはね、みんな家で洗うと思いますね。はい、こちら洗濯表示見てください。はい、こちらコットン 98% ポリウレタン 2% で、お洗濯表示はドライクリーニングもウェットクリーニングも水洗いも全部できるような表示になってます。ただね、ドライもウェットも手洗いもですね、水洗いも全部優しくデリケートにというふうなことになっております。機械力をかけてガンガン洗っていいよというふうなわけじゃないですね。はい、こちら仕上がりでございます。シミはですね、綺麗になって、何も色の段差がない状態になっております。シミが取れなければどんどん洗浄力を重視した作業を繰り返すとか、シミ抜きを強くするとかね、そういったことをするしかないんですけども、そういった強いことをすればですね、やっぱり望ましくない変化が生じてしまう可能性、リスクも高くなってしまうわけです。どこまでできるのかというふうな見極めがですね、非常に大事でございまして、その見極めの差がそのクリーニングのシミ抜きの差だったりしますね。他店さんで取れなかったというふうなことでも、やっぱり取れるというふうなことはたくさんありますし、だからといって何か望ましくない変化が生じてしまうなんていうようなこともなくね、いい感じに綺麗にすることができる事例がたくさんありますので、諦めずにですね、ご相談いただければなというふうに思います。しかも当店は成功報酬制でございます。シミ抜きをしたんだから結果はどんな風になったとしてもお代はいただきますというふうなシステムではなく、必ず結果を出してシミを取って、そしてお代をいただくというようなシステムでございますのでね、何としてもシミを取るつもりでお預かりしておりますから、お気軽にご相談してみてください。クラミチのポリウレタンが混合されているストレッチ性のあるねパンツでございます。ご利用ありがとうございます。